こちらはネクスコ東日本です。午後11時30分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を大泉方面へ走行中の方にお知らせします。工事のためこの先大泉ジャンクションまでの区間で車線が規制されています。次に工事のため車両通り線の出口で車線が規制されています。ネクスコ東日本からのお願いです。事故や故障などでやむを得ず停車する場合は安全な場所に速やかに避難し、最寄りの非常電話または緊急電話で通報してください。外観大泉よりあなたに聞こえます。